Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West. I just gotta feel something. おはようございます。今日は和歌山県観光1日目、はい、はい、和歌山の南東部のあたりを観光しようと思います。はい、メインは今日は熊野古道っていう場所を散策する感じ で、うん、でまず今日最初にマグロの直売所、うん、なんか安く売ってるんだよね、うん、無人販売で。そうそうそう、それをちょっとゲットして夕飯にできたらと思います。はい、はい、着きました。はい、はい、すぐそこの中貞商店、うん、この無人販売のところね、はい、行こうと思ったらでっかいね、品切れ中。品切れ中、残念。ただ他にもね、いくつか無人販売してるとこあるみたいだから、うん、他のところ行ってみますか。うん、うん、ここはありそうだね。開けるね。うん、見てみよう。マグロ水揚げ日本一って。あ、そうなのか。那智勝浦港、もう200円パック安すぎるって書いてる。あ、200円あるじゃん。蓋を開けご自由に選びください。料金は後ろの料金箱へ行ってください。料金箱、あ、これか。なるほど、これに入れるのか。あ、すごい、すぐ食べれるやつだ。へえー、200円パックにする。お、すごい、これいいね。中落ち買ってきました。はい、2個、2種類だね。生ビンチョウの中落ち、うん、200円と、こっちがキハダか、うん、キハダのマグロのお刺身、お刺身用だね。400円、400円、合わせて600円。うん、もうこれでだいぶ満足な量だよね。これ満足だね。ね、もう夕飯大満足そう。楽しみ。じゃあこれで氷ももらったからね、これを夜まで保管します。よし、じゃああとは移動しますか。ここは大門坂の駐車場、トイレとかもあるね。ここは無料の駐車場だね。今ね、現在地大門坂駐車場で、そこからこの赤い道を行くんでしょ。で大門坂行って、さらに進んで熊野那智大社と那智山青岩渡寺に行って、で最後にここだね。最後に那智の滝に行ってゴールって感じで。はい、はい、じゃ行きましょう。はい、結構な坂だね。もうそうだね、地味に坂が始まりましたね。早速目音杉発見。樹齢800年。うおー、800年。あ、でっか、太いね、立派。
大門坂かな。階段続きだね。この石段が綺麗。ね、綺麗。これも樹齢800年だ。クスノキ。いいえ、すごいね。迫力ある。なんか全部木太いよね。木がね。立派立派。やばいよ、こんなゆっくり見てたら1時間以上かかる。かかっちゃうよ。帰ってくるの何時になるかな。今何時？今11時。ああ、でもいいんじゃない？登ったらお昼ご飯か。うん、お昼食べて。帰ってくる感じだ。結構さ、石畳でやっぱ歩きにくいのはあるね。ね、これちゃんと歩きやすい靴で来ないと。うん、結構しんどい。結構しんどいよ。結構しんどい。なかなか大変。うん、じゃ あすぐ横道路なんだね。道路だ。あ、きついよもう。さあ頑張ろう。ここが大門坂のゴールかな。大門坂はとりあえず、とりあえず終わりかな。すごい大変だった。ここに何段あったか書いてるよ。この石段は267段。その距離約600メートル余りだって。267段もさ、あんなにゴツゴツした岩を登ってきたんだよ。しかも両側の杉は132本。あ、132本もあったんだ。うん、いっぱいあったもんね。うん、よし。じゃあ向こうの神社とかの方へ。おーい。あくびしながら。もうだいぶ疲れが来てる。着いた。熊野那智大社。熊野那智大社。着いた。で、熊野那智大社からすぐこっちに来ると青岩渡寺だったね。こっちはお寺なのか。なんかどっちも立派だよね。世界遺産だもんね。雰囲気が全然違う、ね、大社の方はすごい鮮やかで、こっちのお寺の方はシンプルな立派なお寺。うん、ですぐ今度ここに三重の塔と後大滝がね、もうちらっと見えちゃったんだよね。すごいね。すごいね。おおってなったもんね。すごい、ここから見えるんだね。おお、あ、でもちょっと距離あるんだね。まだ遠めだね。うん、日本三名瀑の一つだね。ね、後大滝。一応3個行けた。3個制覇したね。那智の滝の近くまで来た。マグマの壁を流れる日本一の滝。日本一の高さ133メートル。高いね。海底で砂岩や泥岩の地層ができて、その後マグマが入り込んで山が削られて地下の岩が現れて川がさらに浸食して滝ができた。あの奥に行ったら滝が近くなるのかな。ここからじゃ見えないね。奥まで行ってみよう。うん、
こっちがめはり寿司3個。これは高菜の浅漬けで巻いたおにぎりみたいな感じだね。あとはちょっと寒いから山菜そば。あったかい。あったかいね。わあすごい柔らかいね。いただきます。あったかい。うんうん、うん、うん、美味しいね。もっとさ、なんか浅漬け強いのかと思ったけど、程よい。うまい。うん、美味しい。うん。ごちそうさまでした。ごちそうでした。美味しかったね、めはり寿司。美味しかった。美味しかった。お腹いっぱい。じゃあ駐車場に戻りましょう。はい。I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name。買ってきたよ。買ってきた。なんかこの辺はナチグロ飴っていうのが有名らしくて、うん、これがナチグロソフトで、ちょっと白飛びしてるけどね、ちょっと茶色っぽいというかベージュみたいなソフト、うん、これがね、なんかコーヒーソフト、うん、なんか備長炭で焙煎してるって書いてた。買ってみました。美味しそう。いただきます。あ、うまっ。黒糖みたいな。コーヒーだ。コーンいいね、このワッフルコーン。うん、うん、あ、結構苦めのコーヒーだ。甘いね。それ甘いよね。甘いね、これめっちゃ甘いよ。それ食べてからこれだとさ、すごい苦いんだけど、ま、これは疲れた時に美味しい。うん、甘い。久しぶりに食べたね、ソフトなんて。こんな寒い中でさ、まあ、今日いっぱい動いて結構温まったからね。あとは今日これ食べて、うん、なんか日本一短いという河川見に行って、あとは夜マグロ食べる感じで、うん、左、あ、書いてる。二級河川ブツブツ川。ブツブツ川は川の長さわずか 13.5 メートルの日本一短い川です。すごいよね。あ、ここだ。あ、ここだ。水飲み場って書いてる。すごい綺麗だね。すごい透けて見える。ここからそこまでなんだ。が 13.5 メートルのブツブツ川。これも川なんだね。夕飯の時間です。夕飯の時間です。温泉入ってさっぱりしてきたところでご飯です。今日のご飯は朝買った、うん、マグロ。マグロ冷凍されてないやつだもんね。生マグロ。生マグロ。ビンチョマグロの中落ちで、キハダマグロのお刺身。うん、超お刺身だね、これ。え、もう丼にしちゃうよ。どうぞどうぞ。ああ、美味しそう。丼の完成。なんか青森のあの大間ね。そう、大間のマグロを食べた時思い出すね。思い出すわ。あの時は冷凍だったからね、解凍してやった ね、 うん、これは生なので。生だよ。美味しそう。どんななんだろう。いただきます。いただきます。美味しそう。中落ち
美味しい。濃いね、うん、生だからなのかな。あ、美味しい。米硬くね米硬いな。米めっちゃ硬い。中落ち美味しい。中落ち美味しいよね、うん、中落ちいっぱい買ってさ、うん、中落ち丼みたいな、うん、漬けにしたらもう最高だと思う、うん、ごちそうさまでした。美味しかったね。うまかった。今日はあと食後にこのスイートスプリングっていう八朔と温州みかんの配合のやつ、これを三重県の道の駅バーク七里見浜、ね、そう、はい、そこで買ったオレンジを食べて寝ます。寝ます、はい、はい。じゃあ今日はこの辺で、はい、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。